どうも、北山杉江です。はい、現在開催中のジュニアオリンピックでございますが、200メートルバタフライにおきまして、失格者が続出しました。計6人ですね。女子だけで計6人の失格者が出ました。これは何でかについてお話していくんですけども、まあ、今回ね、失格者が多かった理由としては、泳法違反という理由での失格が多かったです。で、泳法違反、何が泳法違反やってところですけども、今回多かったのは完全水没です。はい。完全にバタフライの場合は、全部が、体の全部、一部も全部が水中に潜ってしまうと、完全水没として取られてしまうので、泳いでるときは、なるべく体の一部が出ておく必要があるんですが、完全水没で泳法違反を取られてる選手が多かったです。で、泳ぎで完全水没を取られてるというよりかは、ターン前ですね。ターン前、200メートルバタフライの場合は、結構テンポが遅いんで、ドーンって、ちょっと足りひんとき。壁まであともうちょっとの時にちょっと深く潜る人がいるんですね。その時に伸びてしまうと完全水没を取られやすくなってしまって失格というパターンがめちゃくちゃ多かったですね、今回。なので泳ぎの面であまり気にすることはないんですが、多分そんな取られないんで泳ぎの場合は。ターン前ですね。ターン前、タッチ前にちょっと足りひん時にドスーンって深く潜っちゃうと完全水没を取られちゃうんで、ここちょっと今回結構厳しめに取られてますんで、皆さんも、バタフライ泳ぐ際はターン前完全水没に注意してください。はい、では今回